おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。じゃあお疲れー。いや早い早い。もう十分にプロ野球スピリッツエースを堪能したので。なぜ正式名称で言った。今日この我が屋敷にお越しいただいたのは他でもない。せいなこの屋敷。それやめろや。匂いは伝わらないんだから誤解されちゃうって言ってるでしょ。そうか、冗談だったんだけど。マリサの部屋はいい匂いだもんね。匂いの方でお願いします。全く話が進まないんだが。そういう時あるよね。おめえのせいだよ。わかるわー。よしわかった。まず野球の話しよう。なんか今日の霊夢は緊張してるみたいだから。いつもの感じで話してれば緊張も解けるぜ。確かにナーバスではあるな。ほぐしましょう。プロ野球ゆっくり情報のコーナー。さて今回は何について話しますか。うん、もちろん決まってますよね。新鮮な話題といえば昨日行われたドラフト会議だぜ。ダメだこの部屋で野球トークする気になれないわ。ドラフトについては次回。いつものようにうちで楽しくお話ししましょうね。普通に悲しいのだが、一刻も早く帰りたい。はい、プロスピやっていくぜ。断る。今回やっていくのはもちろんこちら。ご視聴、ありがとうございました。お願いだから邪魔はしないで。ごめんね。そんなすぐ謝るならやるなよ。さてもう引いてる人も多いんじゃないでしょうか。告知されていたワールドチャレンジャー、満を持して登場だぜ。その特徴は全員が元メジャーリーガーと、なんとも豪勢なガチャとなっております。マジチーム確定はないが無課金でも引く価値はありだ。特にプロスピを長いことやってる人はな、過去シリーズを極みで持ってたり A ランク所持していて極みにできたりと、これだけの選手ですから、無課金でも極みにできるって人は結構多いのでは。そんな中でもやっぱ一番の目玉であり私も欲しい選手が、イラブさんか、いねえだろが。もちろん大谷翔平選手だぜ。ちなみに大谷選手の A ランクは過去シリーズの4枚持ってますので、今回ももらえるし極みにはできるぜ。今まで大切に取っておいた A ランク。その歴史はなんと2018年から。化石ですね。今回こそ役立つ時だぜ。でもじゃああれだな。極みにできるのはどっちかってことか。まあ、両方獲得は厳しいとは思うが、もし投打ともに獲得できたらさすがに限界突破コーチ使うわ。あんま持ってないんですけどね。そこは嬉しい悲鳴ってことで。キャッピーって感じか。ちょっと悲鳴の種類はわからないけど。大谷選手もダルビッシュ投手も S ランク引いたことないんだよな。基本ワールドスター引いてないってのもあるけど、獲得のチャンスはあったはずなのに外してきた。今回こそは射止めてみせるぜ。で結果はどうだった？まだ引いてねえやい。大谷選手以外にも狙いいるから、一応今回の選手の中で過去シリーズを極みで持ってるのが、松坂さんと、城島さんの二人。あ、二人だけなんだ。限界突破コーチなしで極みにできる選手は他にもいるが、それはまた後で言うとして、やっぱすでに極みで持ってる選手は狙いになる。特に城島さんはかなり欲しいですね。大谷選手の次に欲しいかな。釣れるといいな。普段釣ってる側の人だけど。そうだね。で次に欲しいのが岩村さん。ミパエード落ちと使いやすさ抜群。そして A ランクは3枚持ってるので、状況によっては限界突破コーチなしで極みも可能だ。あと中村典弘さんも欲しいですね。本来ここが人気なんだろうけど、意外にも中村さん A ランクは1枚も持ってなかったので、個人的にはこんな順番です。中村さんの顔嫌いなの？なんてこと言うんだてめえは。だってこんな強いのに。だから今理由言ったでしょうが、多分中村さんが登場した OB とかって他の選手も合成だから、獲得した S ランク選手の A ランクを選択して取ってたんだと思います。そして最後に忘れちゃいけない。カープ純正に必要な黒田さん。カープ純正まだやってたんだ。やってるよ、むしろこれからだよ。とは言ったものの、ま、正直ちょっと厳しいですね。獲得したらもちろん極みにはするが、かなり長いスパンで育成するかと思います。あとはあれか、今言った選手が誰も獲得できずに黒田さんだけ獲得した場合、それは限界突破コーチを黒田さん優先で使うかも。とまあそんな感じで60連ですね。やっていくぜ。で結果は？やっていくぜ。さあまずは前半戦といきますか。自チームは日ハムに変えてます。マリサってあれだろ。何？タバコの銘柄とかすぐ変えるやつだろ。まず吸ってねえよ。あとすぐ浮気するタイプだ。やめろそのプロスピ判断。60連あるからもう引くぞ。ま、せっかくの機会だし楽しく見学させてもらいますよ。他人のエナジーが溶ける様をな。おめえは普通に見てらんねえのか。S ランクの 30% でセレクションだ。なかなか厳しいが確定外で1枚は欲しいとこ。ちなみに A ランクは 20% でセレクション。こっち引けるかどうかの方が大事だったりするかも。で10連目ですが。見せ場ナッシングだな。S ランクは無理か。そうなると A ランクでセレクション引けるか。まさかのノイジースタートを。ちょっと不吉な感じはありますが。まあ、A ランク引けたのはいいことですよね。さてならばセレクションが欲しい。ラスト1枚、ここセレクションで。
ダメか。10連目の点数は ?30 点ってとこですか。だがここから上がっていく一方だぜ。次は出すぜ40点。100目指せよ。さあお願いしますよ。始まりは静かだ。まだ静か。うん静か。よし静か。静か。さっきと同じやん。このガチャ演出結構淡白だよな。セレクション A ランク狙いに切り替えます。常に 20% をイメージして。はい20、それ20、ほらここ引けないんかい。チャンスはラストにもあるぜ。ほら20、油断したな。次は心から20、引けねえ。だが押すのはちょっと嬉しい。20連目の点数はもろに40ですね。少しは見せ場欲しいのだが。何を隠そう、次は確定だぜ。60点は固いだろ。100目指せや。大谷選手、城島さん、岩村さんに中村紀洋さんな。投手なら松坂さんに黒田さん。ここは確定あるし2枚引きにも期待しながら。いつものごとく静かなる始まり。指名候補、うん静か。ほら静か。でも今回 S ランク確定してますから。赤いったー。赤止まりか。次注目だぜ。自チーム確定はなし。いや最後もあるか。からのナイスね。狙いは先ほど言った選手ですが、井口さんに山口俊さん、ここも A ランクは確保してるので引けたら育成します。で道中に何か起こってほしいのだが、なんと静かな。さあ最初の確定、全14選手で狙いは半分の7人、あとは神のみぞ知ると。岩村さん来たー。65点ですね。つまらん。後半戦行きます。いや悪くないですよ。狙いの一人は引けたし、S ランクなくて A ランクもセレクションなしはちと寂しいが。マリサってこれくらいの引き得意だよな。と言いますと、S ランク引きまくるわけでも狙いの選手全く引けないわけでもない。そして確定で3、4番目くらいの狙いの選手を引き当てる。下げに下げたハードルは確実に超えてくる。いや大した安定感だよ。それ褒めてます?褒め言葉として受け取ってもらって構わない。動画は今すぐ引退するべきだがな。こりゃ褒めてねえや。まあここからの怒涛の引きを見てもらうか。それでは40連目から。静かなる始まり、全部これじゃねえか。マジで淡白すぎません。いや文句言うのはやめよう。煽られすぎてもな、ちょっとは煽れや。自チーム確定どころか S ランク確定も出る気がしない。一応赤にはなりましたけど。いやすみません S ランク確定。来たぜ来たぜ、早くも後半戦の見せ場が。あとは 30% を引けるか勝負。ここだシリーズ1か。すごい安定感だ。やめてそれ。絶対にオーダー入らない選手を引くわけでもなく入る選手を引くわけでもない。ザッツ微妙、ミスター中途半端。また A ランクでセレクション引けねえしよ。だが決して引きが悪いわけでもない。そう、おもろい引きしたい。ここは A ランク確定。よっしゃ岩熊さん、ようやく 20% 引けたぜ。いやおもろい引きしたい。さすがだ。でも S ランク引けたしセレクションの A ランクも引けた。これ75点まで来たぜ。この流れのまま50連目。次の目標は S ランクのセレクションですね。うん、もう頭の演出はこれしか用意されてないようだ。はいはい。大事なのはここから。いいぜいいぜ、これでも全然 S ランクの可能性ある。ねえじゃねえか。60連なんてこんなもんだよな。セレクション回そうかまだ迷ってる人もいるでしょう。こんくらいが現実です。もちろん A ランクすら引けない人、S ランク大量に引いてセレクション引ける人、いろいろいるでしょうが、多分平均がこんなもんです。65点だ。これ見てよく考えてから回してくださいね。そうそう確定以外から引けるもんじゃありませんよ。自チーム確定もないしな。60連引いたとて一人もオーダー入らないなんてことも全然ありえますからね。うち岩村さんは入るけどな。うん、マリサは特別に引き悪いわけじゃないからな。なんか引っかかるな。ではラスト60連目。もうセレクトミキサーなんかは絶対無理なので、ここで大谷選手を射止めるしかないぜ。お、初めて赤色調子くんだ。頼むじチーム確定出てくれ。オラあともう一段階。
そう、ならば2枚引きはどうだ。よし、あともう1段階、いけいけ。くそ、次の演出にご注目。自チーム確定が出ない。最後お願いします。くそ、理想は自チーム確定出て田中健介さんだったけどな。それ面白い。そんなおもろおガチャもできず、記録にも記憶にも残らない60連。おっと、なんでやねん。 A ランクシリーズ2外1分前に引いたわ。なんでやねん。強いて言うならここが一番のおもろでしたかね。しょぼー。そして大谷選手の B ランクと、次もこれ引いてくれたらいいだけの話。投手でも野手でもどっちでもいいので本当にお願いします。大谷選手引いて100点満点で締めるぜ。ではここまでお付き合いいただきありがとうございました。80点。結果まあまあ良かったわ。人はそれを中途半端と呼ぶ。